内海利勝、ラブ&ピース、同じ空の下から。This program was brought to you by 横浜野毛あぐら亭、登る靴店スーパー G、 ナチュラルフーズショップ新鮮、株式会社 EM 生活、 PCI ジャパン。海を渡る鳥たちも日の手を待ちわびて、輝きの中に溶けて時を越えてゆく。セポヘイト筋30年横浜の野毛あぐら亭、スーパーオイル配合、スーパーレ肌油源、スーパーレ髪油源、スーパーヒット筋30年横浜の野毛あぐら亭。あれ、Oh, wow. 横浜の毛あぐら亭 .com で検索してください。本物の食をあなたに、ナチュラルフーズショップ新鮮、自然農法 EM 蘇生栽培農産物、各種無添加食品、 EM 関連商品をはじめ、環境生活雑貨を取り揃えています。暮らしと地球を整える微生物の力、人と地球と微生物のいい関係、 EM 生活。PCI ジャパンではエグゾティックギターズ、エグゾティックエフェクツ、EWS ジャパン、ロー・ヴィンテージなどを取り扱っております。赤坂に試奏スペースを設け、ギター、ベースの修理、調整なども行っております。どうぞお気軽にお越しください。どうもこんにちは、うん、1週間のご無沙汰、はい、ね、うん、今日もあの豊後線乗ってきたら、ええ、玉川沿線もう人だらけですよ。そうです、玉川あの 沿岸っていうの、河川敷ですか、もうすごいですよ人が、私も港町というのをね、すっかり忘れて、ご陽気もいいです今日はね、はい、すいません、待望のね、ユニット来ていただいて、はい、沖縄の風吹かせていただきましょうよ、三からマナタでよろしいですよね。ようこそです。ようこそ、こんにちは、こんにちは、マイクよろしくお願いします。こんにちは、アルバムの方が、うん、今年の4月26日に出たんですね。そうです、ね、はい、うん、書いてあります、ここに書いてあります書いてある通りでございます、書いてある通りです、このバンドのきっかけっていうのは何か、ユニットっていうかね、じゃあそれは歌三線の、あ、じゃあご紹介があって、歌三線小島綾、はい、小島綾と言います、よろしく、はい、お願いします、こんにちは、こんにちは、はい、いい感じあの、うん、沖縄の歌を歌ってらっしゃいます、沖縄っていうかね、あの南洋諸島っていうか、あのそちらの方の、ね、はい、歌を歌ってらっしゃる、はい、琉球ね、歌を歌ってらっしゃる、はい、でも出身は違うということ、違います、神奈川県民です、神奈川県民ですか、はい、神奈川県、あ、そうだったんですね、はい、神奈川県の どちらですか、今住んでるの鶴見なんですよ、うん、実鶴見ですか、もう近所なんです、近い、はい、はい、うん、まあ、神奈川県の中でちょっとあちこち引っ越しましたけど、うんうんうん、はい、なるほど、ね、今日はちょっといろいろお話を聞きながら、うんうんうん、ちょっとね、あ、うんうん、そうそうそう、ちょっとメンバーを、メンバーを、そう、長岡先生、そうなんですよね、長岡先生は今日はね沖縄の風を吹かせていただくために、そうです、三からマナタのメンバーで、沖縄の風を吹かすために、長岡先生と、はい、あの彼女は同じ、うん、昔からお知り合いで、あ、もう昔から、ね、知ってます、知ってます、うん、彼女が三振始めるんですって言った時から知ってます、あ、そうなんです、その前から知ってるかな、三振始めると思ったのはやっぱり、うん、やっぱりあっちの
そう、これね、面白い話があるんですよ。後で突っ込んでください。で、もう一人のメンバー。そして、紹介しますね。ギターの須古のりあきさんです。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。素晴らしいですね。ね、お優しい。漏れ聞くだけでも素晴らしいですよ。うん、ね、ではさっき、ね、ちょっと一曲。一曲じゃあ ね、この CD の中からでよろしいんですかね。はい。じゃあこのミカラマナタという、これも島唄もミカラマナタって読むんです。これは違います、ね、うん。それミカラマナタは、グループの名前。グループの名前ですよ、ね。島唄は歌の名前です。そう。ね、じゃあご紹介してください。じゃあ、はい、お願いします。はい、あ、歌の紹介ですね。はい、島唄ははい、もう20年ぐらい前だと思うんですけど、うん、ブームっていうバンドが、うん、歌宮沢和文さんが作った歌なんですけれども、はいはいはい、宮沢和文さん自身も沖縄の人じゃないんですけど、そうなの、はい、あの方山梨県の出身の方なんですけど、じゃあそちらに住んでるってことですか、はい、今は。いや、そういうわけでもそういうわけでもないんですけど、うん、そういう方結構いらっしゃるんですね。まあ、いるんですよね。で、その宮沢和美さんが沖縄本島に行って、姫ゆりの、記念館行った時に、なんか沖縄戦のことを知って、でも自分でもう いても立ってもいられない気持ちになって、島唄を鎮魂歌として作ったっていうふうに言われてるんですけど、もうそれがだから20年ぐらい前だけど、もう今ではもう世界中で歌われてるっていうぐらいの、歌なんですよね。で、私たちもその歌を、お願いします。早速聞いていただきましょうかね。はい、どうぞよろしくお願いします。これは波の音ですか。そう、ね、あ、これこれですか。これそれでスカウトされちゃったんですね。この歌を歌ってる時に、そうそうそう、さっきお話し、はい、熱海旅館で、熱海旅館そこで最初出会った。全然違うんですね。熱海の旅館で出会って何かやる。熱海じゃなくて、なんとか柑橘みたいになっちゃう。柑橘じゃない。いや、なんかね、すごいおかしくて、三振をね、始めたきっかけ。うん、でも三振とギターとか合いますよね、結構ね。そうですね。ね、意外と弦楽器とかあんのも、ね、音色だいぶ違う。はい、すみません。歌いながら。いいですね。このなんていうか。これ姫ゆりの塔の歌が、はい、塔の歌っていうかを見て、行って、でまあそういう話聞いて。うん、で一歩外を出てみたら、なんかこの青い空と青い海が広がってて、サトウキビ畑が静かにざわざわって言った時に、ここでそんなことがあったって信じられなかった。確かにそうだった。それで そこで話を聞いたおばあさんに聞いてほしくて、この歌を作ったの。私ね、世代的にも花って歌あったんですよ。はい、今5回入りになってるのかな。あ、木梨昭吉さん、木梨昭吉さんね、はいはい、あの人のイメージがなんとなく沖縄と被るときは、まあでもそうですよね。あの曲ってやって大ヒットじゃないですか。そうですね、世界中で歌われたもん、うん、そうですね、はい、そうですね。なんでですかね、メロディーが、うん、哀愁があるし、メロディーなんかね、メロディーいいですよね、ね。神奈川県独特、神奈川県出身とは思わなかった。神奈川県越越海岸、越越、あ、越越すぐそこだ。へぇ、本当ですか。越越のおいっ子はまだ越越に住んでます。へぇ、本当ですか。山本達也って言うんですけど、関係ない、知らないかもしれない。へぇ、探しちゃおうとか言ってそうですけど。え、で、のりやきさんはどちらなんですか。私は佐賀です、九州。あ、は一番沖縄に近いと思った。佐賀県ですか。先生、東京でしょ。東京、東京。全然ね、沖縄全然かすってもいないという。ね、ね、不思議。不思議ですね。不思議ですね。なんでしょうね。
なぜそういうことになるのか。なるのか。なっちゃう。なんですよね。こうイラストレーターでもなっちゃうね。可愛いよ。可愛い。ありがとうございます。いやこれもなんか方言があまりにも難しくって、うん、宮古の言葉が特にあの沖縄の中でもだからこう絵にでもしないと覚えられないっていうか、うんうんうん、っていうのが始まりだったんですけど、うん、なんかそれを人に見せたら喜んでくれるんで今回かわいい絵が、ね、かわいいですよ、うん、あのねライブの時に配るんですよね、うんそれ配るんですよ、ね、誰もこれ歌の意味が分からないから言葉はね面白い、行きますはい、キャー、ねえね、やっぱりこの哀愁がありますね、うん、このメロディーに ね、 ね、うん、だからなんかね、うんやっぱり日本人って、うんまあ、本土って向こうの人は言うらしいけど、ええ、その部分と生き方違うじゃないですか、うん、で環境も違うから、うんまあ、民族として別のような感じも しないでもない、うん、でもなんかな清らかさっていうかやっぱり自然のいい綺麗な海を見てるせいか、目の色違うように感じるんですけど、目の色少し違いませんか、違う気しますよね、しますよね、はい、なんでこんなに綺麗な目してるんだろう、いや本当そうですよね、まあ、中には悪いやつもいるんだろうだけど、ね、みんな綺麗な目っていうか、うん、純な ね、 ねピュアな感じがイメージが強い、歌もそうじゃないですか、はい、ビギンのね彼の歌もすごく、うんね、最初聞いた時すごくこう、ね、なんか都会にはないっていうか、そうですね、汚れてないっていうか、そういうところを感じたんで、うんうんうん、だからみんなそこにねこう、うん、新鮮さを感じたんですよね、そうですよね、と、うんうん、いうことで、うんもう一曲、せっかく時間もね、あれだから、うん、もう一曲、このね、新しいニューアルバムから新しいニューアルバム聞いて、今日はだって生もやっていただけるってことだから、ねうんね、あそうですそうです、ねねはい、じゃあ、そうじゃあもう一曲じゃあそれをご紹介していただきましょうか、はいうん、民謡の方なんですけど、はい、マルマブンサンブシっていう歌を聞いてるのかなと思うんですけど、うん、これはどの島の？ですね、これ西表島、西表島、はい、西表島なんですけど、西表島の、はい、ソナイっていう地区があって、そこに、はい、でそこにこう入江があって、うんまあ、人が住まない無人の丸い、うん、まん丸い島があるんですよ、そこが鳥の巣みたいになってて、でそこをマルマブンサンっていうんですけど、でマルマブンサンにこう毎日夕暮れ時になってくると、うん、シラサギが帰っていくっていうその姿を、うん、ああ今日も帰ってきて偉いねとかって言ってるそういうすっごいのどかな歌なんですよ、都会じゃまるで考えられない、ねねまあ、方言なんでちょっと意味がねなかなかでもそれになんか意味を感じたんでしょうね、はいはあうん、じゃあそれを早速聞いていただいて、はいはいはい、じゃあ紹介してください、はい、では西表島の、マルマブンサンブシ聞いてください、うん、あはいもうちょっとこれ一応モニターになってるんでこれに顔を出していただけると嬉しいです、こっちが向こう暗くしてて多分ちゃんと映りますんで、どこいつもこれ撮ってるそこにいるんだ向こうの人が誰だろう、のぼりちゃんは分かるんだけど撮れた、うん、すごさんでいいんですか、すこです、すこでいいんですか、はい、珍しい名前ですよ、あんまり、うん、佐賀県には多い、佐賀県には、まあ、多いっこないんですけど、多くないですけど、いますか、あります、はい、でもそういう地域によって同じ名前の人結構いますよ、そうですね、俺も内海人ですか、はい、そうすると瀬戸内海ってやっぱ内海だらけですよ、あ内海って名字が多いですよ、あと俺のおふくろの親父の実家の方行くとまた内海って名前が、あれ内海さんって言うと内海さんの、内海って読む人が多いですよね、まあ、いますよ、多いですね、僕の場合内海は内海さんで、ね、で瀬戸内海行ってその、はい、海賊の博物館行ってね調べたんだけどどっちもあんまり変わらないって話でだからなんか違いを分けるために読み方を変えたっていう説があるらしいですけどね。そこに水槽がいるんですね。
あ、そうそうそう、いるんですよ。そうそう、ちょっと借りちゃうこれ。俺もね、沖縄行った時シーザー買ってきてる。お土産物っていうか、じゃあ、なるとちょっとディープなところまで行って、あの、なんだっけ、福山雅治の歌の桜、そうそう、桜坂ってありますよね、あれありますよね、あれ、あれ長崎だっけ、あれ、これ九州じゃない、沖縄じゃないか、でもそこで買ったんだ、右と左にいる、でも桜坂ってあると思うんだよ、沖縄、長崎、だから、そのそばで買った。花笠かぶってて可愛い。基本的には魔除けなんですかね、やっぱり。あ、魔除けですね。これなんかすごいらしいですよ。なんか審査、魔除けって普通ほら、魔除けって来ないでっていうだけじゃないですか。審査って食べて浄化して出す。え、そうなんですか。そこまでやる。やってくれる。やってくれるらしい。なんかただのありがたい、ありがたい、ありがたいやつ。へえ。だから浄化するっていう。だってだから必ず家あの沖縄のうちには、そうそうありますよね。門にあるっていうのあるんですか。あります。実は高田の上にもあるし。あ、そう。そう。なんか普通の魔除けよりすごいらしい。あ、そう。そうなんだ。へえ。先に食べちゃう。入ってくるのに食べちゃう。食べちゃう。なんかそんな映画ありましたね。グリーンなんとかじゃないですか。あ、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。すいません。あ、なんかのんびりしてていいな。もう終わりですか？はい。うん。はい。いいですね。入り表島って感じしましたか？のんびりのどかに行っちゃいたいな。入り表山猫見ないとわからないけど、でもあの地元の人にも滅多に会えないぐらいのものなんですよね。見た人いない。入り表島にも行かれて、行きました。あと宮古島か、いっぱいいっぱいあるじゃないですか。いっぱいありますね、島が。島がある。それぞれあのいろんな話があるんでしょうね。そういういろんな話あります。そこそれぞれにその民謡じゃないけど伝わってる歌が。そうですね、やっぱり歌も違うし、そもそも言葉がやっぱり違うので、通じないらしいですね。通じないですね。島同士で。島同士で。あ、そうなんですか。だからあのライブの時なんかでも、あの分かりやすいんで、あの話すんですけど、ありがとうございますっていうのが、あの宮古島だとタンディガタンディ、タンディガタンディ、タンディガタンディって言うんですけど、で、あの石垣島は、まあ宮古島から100キロぐらいしか離れてない隣の島なんですけど、ミーファユー、ミーファユー、ミーファユー、なんかいきなり英語っぽくなってますね。で、沖縄本島はニフェーデービル。あ、そう。はい。全然同じみたいなもんですよ。全然わかんない。ね、だって沖縄留学してたでしょ。はい、離島の方に。離島の方にすごいですよね。留学先が沖縄だもん。かっこいい。のんびりのんびり行きそうな留学ですね。ねえ。まあある意味のんびりなんですけど、あのこっちでこう経験できなかったようなのんびりじゃない部分もあったんですけど。何年ぐらい？ヤギ取りに行ったりとか。ヤギ。ね、いやでもね、通算すると2年とかそのくらいなんですけど、まあそこで、まあ、一種生活していくわけですもんね。はい、そこの習慣になれなきゃいけない。はい、島の人と認めてもらえた感じありますどうなんでしょうね、わかんないですけど、まあ、なかなか難しい。はい、そうだ、そこでちょっとあの三味線さ、三線とのちょっと出会いを説明してから、ちょっとね、そうそうそうね、それがいいですね。またね、生に行く前にちょっとその出会いを説明してください。ご本人から説明してください。なぜ始めたか、始めてしまったか、始めてしまったきっかけですね。きっかけ話だって、今日は本当の蛇味線でしょ。ヘビですよ。そうです、ヘビですね。これはこれ大蛇、ニシキヘビ。確かに大蛇。でも今動物法で禁止されちゃった、禁止されちゃってるんですか。いや、これはこれは大丈夫なんです。全然大丈夫ですね。そっちは偽。あ、これ偽物ね。これはプニシキヘビで、東南アジアのどっかの国です。多分インドネシアだと思うんですけど。これは沖縄だけですよね。沖縄っていうか沖縄諸島っていうか。でもこれもともと中国の三線とかっていう楽器が沖縄の琉球王国に入ってきて、でそれが今
三振っていう楽器で広まってるんですけど、はあ、でその蛇との出会いを、蛇との出会いですねだってゾインパクト強いんですもん、ね、いや、うん、あの私あの旅行会社で働いてて、普通に本当会社員、OL やってたんですけど、だからこう音楽をやるっていうのは、まあ好きではあったんですけど、まあ習い事程度でやってたんですけどね、で旅行会社で勤めてる時だったか辞めた時だったからちょっと忘れちゃったんですけど、旅行会社 の, その同僚と熱海温泉に行って、であの旅館、熱海の温泉の旅館にあのカラオケスナックがあったんですよ。で二次会で浴衣着てみんなでカラオケ歌いに行って、で私は島唄、あの先ほど聞いていただいた島唄を歌ったら、あの奥の方から知らないおじさんが、浴衣着たおじさんが目の前に来て聞いてくれて、チップくれたみたいな。それはなかったんですけどそこまではなかったんですけど、なんか歌い終わったら握手を求められて、でいや、あなたの歌聞いたら故郷が懐かしくなって、じゃあその方は沖縄の人、沖縄の人だ、で自分は沖縄の人間なんだけど、あなたの声は沖縄の声してるから絶対にやった方がいいって言われて、あ、本当ですか、やりますって言って約束して、知らないおじさんともう一回握手して、まあでも本当それがきっかけで、沖縄民謡ってなんだろうって思って聞くようになって、でお教室も探して、まあ、川崎にあるお教室に最初習い始めたんですけど、で三振はその時からもう一緒に始めたんです。だから本当は歌だけ習いに行こうと思ったら、そこの教室で、いや歌だけはダメだよ、弾き歌うもんだと、これは一心同体で、あの三振もやりなさいって言われて、えーって思ったんですけど、でこれを購入して、はい、購入して、そのおじさんは今どうしてるんですよね。そうなんですよね、会って会ってお話ししたいですね、本当あなたのせいですって言われるじゃない、もう人生変わりましたね。そうですね、変わっちゃいましたね。ねえ、いや素晴らしい。でね、いろいろ先生と出会いがありの、ね、スカさんともね、出会いがあったりとかして、長岡さんとはもう古いんです、さっきもお話ししましたけどね。古いです。でそれは最初の出会いって何かあったの？あ、最初の出会いですか。あのね、もともとは僕の父親がお店やってたんですよ、お店やってて、でそこでアルバイトして、そうなんです、従業員、従業員だったんです、あ、そう、従業員だ、従業員に手出したみたいな、そういうそうじゃなくてそうじゃなくて、でね、その頃はね、あやちゃんはなんかね、ピアノやりたいとかね、いろんなジャズボーカルとかいろいろ言ってたんですけど、まあ、いや、まあなんか音楽は好きだったんですよ、うん、歌いたかったとか、そう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 、何かやりたいなって思ってたんです、はい、じゃそれがきっかけで、そしたらいつの間にか沖縄民謡やってますみたいな、いいみたいな、そのおじさんがいけないんですよいけないってことはないか、浴衣のおじさんね浴衣のおじさん責任取ってもらえる、そうですよね。で、のりやきさんはどこで登場したんですか。ね、のりやきさんの登場か、僕らもケイちゃんとは長い付き合いなんです。もう長い向かいは、もう10年以上です。あ、そうなの、まあ、一緒にボサノバをボサノバがやってたんです、なるほど、じゃあ今度ボサから沖縄に、やっぱいきなり2年前にね、沖縄音楽やんないって、やんない、いや、そんなのやったことないでしょ、いや、大丈夫大丈夫って、いつの間にかやってた、いつの間にかいやなんか3人の2人ともそそのかされてやったみたいな、まあ冗談ですけど、まあでもきっかけってそういうもんかもしれないですね。どこでどうね出会うかわからないっていう部分もあるし、じゃあ ねちょっと緩くお支度し合って、くしてほしい、その間にじゃあこっちメールを読ませて、そうですね、はい、わかりました、ちょっと音合わせてみんなしておいてください、はい、あ、ちょうど、はい、ケリーさんですね、うっちゃんエミーさん、こんにちは、私たち人は宇宙エネルギーそのもので R って、誰かなんか見たことありますが、私たち一人一人が愛ある言葉を話していたら、宇宙の愛の法則で全てがうまくいく、いや、みんな言葉を使えば全てがうまくいかない、嫌味な言葉を使えば全てうまくいかない、なんか納得しちゃいました、今日はミカラマナタさんの愛ある演奏が聞けますね、とっても楽しみです、愛しのケリーより、なるほど、ね、そう、愛のある演奏ですよ、本当に、へえ、だってじゃあ、キタロね、ユチエムさん、ユミさん、こんにちは、キタロです、まあ、ゴールデンウィークということで、キタロも家族で長野県へ行ってまいりました。おお、そうですか。新幹線で軽井沢まで行き、その後、信濃電鉄に乗り換えて小諸へ行ってきました、知り合いが
豚の丸焼きパーティーをやるということで参加させてもらいました。私はあんまり乗り気ではなかったんですが、かみさんがどうしても豚の丸焼きが食いたい、あ、見たいか、見たい、さらにそれを食べたいというので仕方なしに行ったって感じです、うんうん、だって知らない人ばかりなんですから、もう嫌になっちゃいます、そうですか、まあそんな中うちのかみさんは平気で食べたり飲んだりです、うん、女の人ってすごいですね、すぐ、馴染んじゃうんだから、うん、そして次の日は、ね、そうです次の日は2人乗り、うん、自転車に乗ったりしてのんびり過ごしてまいりました、うん、まあそんな感じですと、うん、ね、恵美さんやっぱりパドルサーフィンですからって、うん、そうなんですか、そうそう、どうでしょうね、ね、よくわからない、うん、ねえ、でもほら、はい、ね、あの豚の丸焼きじゃないけど、うん、あやちゃんも羊の丸焼きを食べたっていうか、うん、そうね、あ、違うんだっけ、まあ、ヤギのヤギ汁ぐらいは食べましたけど、ヤギ汁美味しいですか、ね、いや私苦手です、あ、そうです、そうなんですか、ごめんなさいって感じなんですけど、ね、じゃあまあ準備もできたようなんで、はい、結局ねやっていただきましょうか、はいはい、じゃあよろしくお願いします、はい、きゃがいいですね。ある意味ブルースっぽいかもしれない。これはスコさんのアレンジで、素晴らしいですね。なんかいい歌です ね、 ね。沖縄とやっぱり なんかなんだろう、うん、ちょっと沖縄だけじゃない。やっぱり沖縄とボサノバじゃないけど、うん、違うね、なんかこう
合体してる感じがしますね、いい感じですごくいいですよ。ありがとうございます、嬉しいです。これはでもあのどちらかというと子守歌みたいな感じもしますよね。もうまさに、まあ、ここに子守歌って出てたんでつい言ってしまいましたけど、あのでもあのやっぱりそういう意味合いのものなんですよね、はい、そうなんです。ファムレ歌っていうのが、もう子守歌のことなんです、あ、そうなんです。の石垣島の読み方、はあ、じゃあおばあちゃんはそれを、はい、孫とかに歌っちゃったりするわけですね。そう、それはどうかわからないまあでもそういう歌だったんですよね。そういう、はい、気持ちがこもった歌だと思います。あ、はい、いや絶妙でしたね、パーション も、 もう、ね、そう、なんか違うまた雰囲気でいいですね、新しい世界を切り開いたりするんですよ。あ、そうですか、ね、ちょっともう一曲なんか、もう一曲じゃあ、ねせっかくなんで聴いていただきましょう、うん、わお、ちょっと大きいのが出てきましたよ、はい、大きいの、お、今度は何ですか、はい、これ、これはまあどちらかというとブラジル系の楽器ですか。これブラジルですね、はい、それは横にして弾く。お名前は何て言うんですか。お名前はタンタン。タンタン、タンタン、タンタン、タムタムとは違うんだよね。タンタン、そういうことタンタン分かりやすい、分かりやすい、ね、うん、それ横に持つもんなんですか。もうこれは横ですね。あ、そういうストラップつけて、あ、担いで首から下げ、あ、じゃあ、 あのサンバで踊ってる行進の中にも出てくるやつですか。サンバの時はもっと派手に使います。こういうスティックみたいな、ね、あのブラジルの国旗がついてるから、ね、なんかね、低域がすごいね、ね、もう低域すごい、すごいじゃない、いい感じで、はい、じゃあ、ね、今度はちょっとなんか準備がよろしければ、皆さんが知ってるような、ね、そうですね、そうなんですか、はい、はい、じゃあよろしくお願いします、ね、お願いします、はい、あ、大丈夫ですか。空の声が
イエイ。あ、これいいね、ね、これあのなんか au のコマーシャルでも歌ってる歌です、それです、それです、なんかねそうじゃないかなと思ったんですけど、ね、まさにそれです、ね、あの、うん、これはでも古い民謡なんで、民謡っていうか、これは最新の最新のビギンの歌です、ビギンの歌なんですか、失礼しますあ、そうか、でもあの沖縄の人とかあっちの方の人が作ると、うん、そういう歌の方よ感じ要素がやっぱり強いですね、だからやっぱり子供の頃からそういうの聞かされてたっていうのはあるのかな、大きいでしょうね、大きいでしょうね、まあそれが自然に入ってきてる、はい、そうですね、それで生活の中にで綺麗なところにいて、はい、綺麗な海見てれば、はい、それは綺麗な人間になります、目もキラキラと目もキラキラいや素晴らしい、ねえ、いいですね、ね、なんかこう、うん、あの海が見える感じですよ、ね、情景が、ね、うん、ここでまたちょっとあの、はい、宣伝していただきましょうよ、はいはい、ね、うん、はい、今度の、はい、長岡先生お願いします、はい、5月19日、はい、金曜日ですね、うん、ライブやります、発売、うん、CD 発売記念ライブ、低圧を、低圧を、はい、館内、うん、横浜館内ですね、館内ですね、館内の駅から3分ぐらいのところに、うん、ガチマヤという沖縄料理屋さんがあるんです、そこで、うん、レコ発ライブ、あ、そうですか、飲めや、タレですね、青森飲みながら見ながら、あ、いいです ね、行けたらいい、俺仕事入っちゃって、そうなんですよ ね、 すね、うん、青森ってあの美味しい海ぶどうなんか食べたいですね、いいですね、あの子さん食べましたか、海ぶどうとか、あ、そうですか美味しいですよお酒行かれる方ですか、まだあの沖縄行ったことない、あ、行ったことないんですか、はい、まだ沖縄に住んでたよ、ね、あ、そうなんですか、お近いのに九州からあ、意外とそうかもしれない、まあね、佐賀って、まあね、あのですけどね、まあ、そばさ、ね、もち上の方ですよね、ちょっと遠いですよね、あら、そうなんですか、佐賀って言ったらアドバルーンとかね、結構そういうの、今そうですアドバル全然知らない。アドバル世界大会があるんですよ、ね、有名ですよ、そうなんですか、外人さんいっぱい来てあ、そうなんですかとんでもない話になっちゃいます、じゃあちょっとあのねメール来てるんでそれをね、うん、読ませていただきます、はい、リトルレディのママさん、こんにちは、うん、ね、うん、メッセージ、うちみさん、みさん、こんにちは、ゴールデンウィークですねと、うん、何かいいことありますかと、何かいいことありますか、ね、ちょっと今日の放送今日は最高ですよ、嬉しいですよ、ね、いいことじゃないですか、行かずにして沖縄の風感じるんですもん、中学校生活を楽しんでいる娘、うん、連休は嬉しいけど中学学校のに学校行きたいから3日ぐらいでよかったと、うん、あら、そんな学校好きなの、楽しいんでしょうね、いいですね、うん、今のところ順調そうで何よりです、本当何より何より、しかし2週間後にはいよいよ初めての中間テスト、うんうん、連休前の昨日テスト範囲が発表になりました、うん、そして私たちの頃にはなかったと思うのですが、うん、ここから2週間分の毎日の生活スケジュールを1時間刻みで計画して提出するの、そんなのあるんですか、厳しい学校です ね、うん、娘はきちんと計画を立てていますが、うん、親2人が勉強に関してはのんびりしているのでちょっと反省しました、まあね、言われますよね、うんうん、じゃあもう一つ、ゴミさん、こんにちは、うん、あ、リクエスト愛のかけら、宇宙としか、あ、今度かけましょうね、世の中はゴールデンウィークで、うん、春の季節にぴったりな穏やかな休日日和となっています、こんな日は何も考えずにぼーっとしながら過ごしたいですね、そうですね、会社に出てくると機械の音が動く音が、あ、そうなんですか、僕の他にも休み方を知らないやつがいましたこんな時ぐらい休めばいいのに、ただありがたさとの思いが交差します、うん、そうですね、なるほど、うん、人が休んだりしている時にも仕事をしている人がたくさんいます、うん、そうそう、当たり前に思えていましたが、そんな人たちのおかげで楽しい休日が過ごせるのですね、うん、内海さん、恵美さんも頑張ってください、そうですね、はい、まあね、小美さんもおっしゃる通りです、ね、おっしゃる通りです、もう間違いございません、はい、ありがとうございます、うん、ありがとうございます、今日はね、もうすごいね、うん、ねえ、ちょっと、まあね、いいですよ、うん、なんかこうルーツを感じますね。ありがとうございます。だから多分皆さんも俺もそうですけど、うん、ルーツっていうかなんかあのルーツミュージックっていうのかな、うん、そういうものがやっぱり好きに なったっていうところがあるんじゃないかなっていう。うん、まあね、あの、はい、あの沖縄の方もそうですけど、うん、ボサノバもある意味そうじゃないですか。一種、うん、ルーツ。俺もブルースとか、はい、そういう、まあね、ものが好きだけども、うん、まあそれぞれのルーツがあって、そうですね、なんか自分も探したいのかな。
なんてかっこいいこと言っちゃったんだけど、かっこいいな、なんか今日いいこと言ってる、いいこと言ってる、それぞれのね、こうね、あれを探すという、はい、でもあのこういうものがあの融合してくるじゃないですか、うん、そうするとあのいろんな人がいろんなことで耳にするから、うん、こういうなんていうの、あの沖縄の良さとかね、あ、沖縄ってこういう感じなのかっていうのがね、意外とあのもっと広まるんじゃないですかね。あ、ね、そうですね、その中であなたの存在がぐーっと上がってくるじゃあちょっと BGM で流しながらちょっと、あ、そうしましょう、ね、BGM、 じゃあ、これは何でしたっけ、あ、愛者と書いて、はい、悲者、悲者、悲者、また読めない、悲しみも含むという、ね、なんかね、切ないですね。俺が聞か、いやでも、うん、でも沖縄のメロディーってなんかね、うん、こう郷愁を誘うんですよ、うん。そういうところありますよね。ありますよね。どっか懐かしい、懐かしい感じがするというか、うん、あります。音階的にはなんかもうあの、うん、すごく単純になってるんだろうけど、はい、それが逆に響くっていうか、ね、うん、そうかもしれないですね、ね、でも飾り立ててないみたいなところが、ね、いいこと言いました。その通りです、いいですね、やっぱり飾らないものってのはやっぱり、うん、ありがたいですね。やっぱりどうしてもね、うん、人間飾りたいんですよ、うん、そこを飾らないところまでいけるんですよね、うん、この、 あの CD 島結び、はい、その1とありますけど、その2があるってことか、2もあるんですか、うん、まあ、だんだんいいご質問、一応ほら、ね、まあ、その1だと、その1と書いてしまった以上、うん、きっとその2もあれば3もあるかもしれない、ね、皆さん次第ですね、そうです、これを買っていただいて、そうですね、ね、うん、はい、そうすると2も3も出てくる可能性がある、次々出る可能性があります、ね、はい、そう、この皆さんの肩にかかってる、そうです、ジャケットの中を開くと、あやちゃんのイラスト入りの漫画っていうかね、そうそう、漫画がね、それがちょっとね、これ可愛いんですよ、これはね、買った人しか見れないんだな、うん、買って封を切らないと見れない、うん、ですね、でもライブの時こういう、はい、あの絵も配ったりしてたんですか。そうなんです。方言が難しいので、まあ、ちょっと分かりやすくするために絵を描いて、ね、っていう感じでライブ。翻訳こんにゃくになってたんですね。何ですかそれ。ドラえもん、ね。ドラえもん。あ、知りません。翻訳こんにゃく、ね。翻訳こんにゃくっていうんですか。ごめんなさい。そうなんです。翻訳こんにゃくって出すんですよ。はい。ポケットから。そうそう。そう、ね、でもそれ漫画好評ですよ、それ。ね、うん、ね、だってすごい可愛い、これ単行本にそのうちなんじゃん、本当本当、でも本当はね、理解するね、したかったですよ、役立ちますもんね、うん、もう全曲漫画付き、全曲漫画付き、全曲漫画付き、でも意外と絵にできるのとできないのとあるんで、うん、選んじゃうんですけどね、ニュアンスとしてね、はい、伝えにくい部分もあるもん、そうですね、もうだってもうひたすら、うん、あの芽が出てきて、花が咲きましたみたいなものを4つぐらい歌詞にかけて歌ってたりとか、なんかそれを絵に描くって言ったら、それだけ描いたら幼稚園と同じになる、あ、でもね、それくらい素朴なんですよね、でもそれを淡々というところが沖縄らしいかな、いいですよね、ていうかね、沖縄諸島らしいですね、沖縄だけっていうわけじゃないからね、いろんな島ありますからね、今日は本当ありがとうございました、ね、楽しかった、ちょっとまたあの第2第3で来てくださいよ、期待してます、うん、じゃあすぐにでもすぐにでもどうぞ、またライブがあったらお邪魔させていただきます、はい、よろしくお願いします、ありがとうございます、今日は本当ありがとうございました、ありがとうございました、後でまたちょっと動画を撮らせてください、三からマナタの皆さんでした、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、次のコーナーに行きます、じゃあ後でちょっと外で撮らせてください、すいません、今日は三原真奈太さん、はい、ね、はい、お三人ですよ、お三人って、うん、お三人方今度ね、5月の19日、うん、そうです、ね、館内のお店でやります、なんだっけ、お店の名前が、カチマヤ、そうそうそう、カチマヤ、カチマヤ、ガチマヤ、あ、ガチマヤです、めちゃくちゃ言ってるんですよ、今日はあれですよね、あの知らない言葉がいっぱい出ましたよね、うん、だからこの中に入ってる、ね、沖縄のね、知らない言葉が、漫画も見ものです、うん、ありがとうございます、はい、今日は素晴らしい演奏もやっていただいてね、うん、この CD をその1ですから、その2、その3はあなたたちの力にかかってよろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、
ではメンバー一人一人なんかあきちゃんあやですごめんなさいあやちゃんだん、はい、聞いてくださいはいでえのりあきさんあ、私です、はい、よろしくお願いします。そんなお話、ね、先生、七岡先生、はいはい、ぜひぜひ、皆さんに聞いていただいて、はい、手縄旅行を楽しみます。じんときます。そうだ、聞いてなかった。ミカラマナタの語源って意味、ね、意味です。三匹のカエルっていう、あの宮古島の言葉です。わー、はい、カエルです。沖縄のカエルさんたちをよろしくお願いします。また来てくださいね。ありがとうございます。お待ちしてます。